団地ってのは妙に不気味なんだよな。やたら静かでよ。少しだな。気を引き締めろ。相手は何をしてくるかわからないぞ。
手際だ。アキト、あの光が消えてる。急いだ方がいいかもしれねえ。しっかり祈ったか？もちろん。
まだまだいそうだな。敵から隠れたいときは使えそうだな。終わったか。さっさと行くぞ。光はこの奥に集まっていたはずだ。見守ってくれそう。そうだな。魂だ。全部あいつらが集めたものだ。なんて数なんだよ。刑事って仕事は慣れれば慣れるほど正義感ってものが鈍くなる。いちいち反応してられないからな。けどな、たまに鈍くなったその頭をガツンってぶったたいてくれる事件がある。目の前の光景がそうだ。確かにぶったたかれたよ。正義感と使命感で胸がいっぱいになるだろう。それでこそ生きてる甲斐があるってもんだ。ここから行けそうだ。つけられた。あいつにとってはただの実験だ。お前の妹にもためらいなんかない。救うことだけ考えろ。現代が勝手に檻から出たらダメじゃないか。てめえ、ケイケ、待って、マリはどこだ。一心同体か。実に興味深いが、儀式は間もなくなる。君らにはもう使い道がない。救ってやれなくて申し訳なく。何を言っている。マリを返せ。残念ながら根性の別れをさせてやることはできない。彼女にはもう最後の晴れ舞台に上がってもらっている。何だと。私にはまだ仕事が残っている。大切な仕事だ。君たちのもてなしは私の名代にしてもらう。お前、こんなことで本当に死人が蘇ると思っているのか。ケイケ、どういうことだ。こいつは大勢の魂を借り集め、それを利用して冥界と現世をつなごうとしている。5年前に病死した自分の妻を呼び戻そうとしているんだ。娘はどう思うだろうな。てめえの父親がここまで狂ってると知ったらよ。
遅く。ケケ、どうした？誰なんだあれ。すまない、勘違いさせてしまっていたようだ。妻と娘は理解してくれている。あとは魂を呼び戻すだけだ。娘は本当に役立ってくれた。この結界も彼女のおかげだ。自分の子供を生贄に使ったのか。肉体など魂の器に過ぎない。愛情とは物に抱くものではないだろう。なんだこいつ。時は満ちつつある。君たちの相手はこの子にしてもらおう。あと、こいつから離れろ。だめだ、引き剥がされる。ゲゲ、アキト、今のお前ではまともに戦えない。こいつの近くに回って様子を伺え。ケケ、無事か。こいつは尻尾が力の源だ。俺が手助けする。引き抜くんだ。分かった、気づかれないように背後に回ってみる。エリガ、あなたの気持ちも分かる。私にはその決断はできない。私は戦いたかった。お父さん、お母さん、リンコさん、みんな私を守ろうとしてくれる。私はいつも守られる流れを、そのことに疑問を抱かなかった。でも、もう違った。拾ってきたの？仕方ない、もうこの子が最後よ。名前考えなきゃね。私もただ守っていただけ。猫と変わらない。それは本当に生きていると言えるの？言えない。言えるわけがない。私はただの飼い猫。ただの器。何を入れるかは誰かが決める。私は生きていない、生きていない。あなたはここにいればいい。ここにいれば安全だ。違う、違うのよ。私だって生きていたい。
あと少しのところで、また。ケケ、あいつを追わないと。この子、まだ。お前は関わるな。汚れ仕事は俺の担当だ。はい、あいつを止めない限り終わらない。行くぞ。